アルカ山脈を通過中。もうすぐ雲海から出られるわ。前方空域異常なし。残り400キロ順調です。もうすぐ到着しますよ。二次の方向から敵襲。ムクゲ、状況確認。正体不明の飛行体です。識別できません。執行官、戦闘の許可を。近くの敵を先に片付けるわ。ムクゲ、サイドを頼んだわよ。了解です。変更よ。リンクパージ。アイシクル、何を？私が敵を引きつける。執行官の護衛をお願い。単独行動は規則違反ですよ。敵を低空に誘導するわ。必ず執行官、無事に予定地まで送るのよ。侍なら自分の足で行動すべし。次はドイツだ。
しれませんが、あなたを倒さなくてはいけないのです。オペレーションに関して私はまだ新米です。皆さん、侍なら自分の足で行動すべし。強いやつはどこだ？かかってこい。ようこそトリティナインへ、執行官様。私はアリス。ここは第三コントロールタワーのデータセンターです。これは連合戦術隊エタ、天球に対抗するための機体です。天球とは赤道の上空に位置する巨大なリング状の構造体で、ユグドラシルテクノロジーと呼ばれる組織によって作られました。その前身となるユグドラシルスペースカンパニーは、初めてこの連合戦術隊の技術を手にした組織でもあります。天球が作られた目的は不明ですが、そのあまりにも大きな構造体を作るために地表にある金属が使い尽くされました。またその存在の影響で大気環境が急激に悪化し、今となっては日差しを浴びることのできる時間が20年前に比べ 70% も減少しています。世界は暗くなってしまいました。お帰りなさい、執行官さん。出発。私はルイズ。あなたが新しい執行官？まあどうだっていいわ。足を引っ張らないのならね。お帰りなさい、執行官さん。はい、執行官さん。はい、執行官さん。私にあなたの補佐をさせなさい。あなたを一人にしていたら私が安心できないわ。
今日は管理の子って休息予定だったのだけど、はあ、はあ、侍なら自分の足で行動すべし。強いやつはどこだ？かかってこい！精密モード起動。その答えよ。あなたと一緒に戦えるなんて光栄です。わらわは北冥の子であるぞ。勝負を決めるのは不意をつく一撃だ。片付きそうだ。火花の心、命の心、目に見えるすべてに効果を浴びて、ど真ん中だ。ふう、星の大会にまた一歩近づいたな。作戦報告書を書かなきゃいけないの？勘弁。おかえりなさい、執行官さん。本日のスケジュールはこちらです。出発するときはお声掛けください。
死を迎えるといいわ。極東エネルギーのムクゲ、参りました。お帰りなさい、執行官。シーシーさん、本日のスケジュールはこちらです。出発するときはお声掛けください。いや、サブローさん、お帰りなさい、執行官さん。ムクゲ、いつでも準備できてます。はい、ムクゲ、いつで、はい、執行官。執行官さん、ムクゲは準備ば、グランダーマン。